好きな人に告白しました。振られました。最悪、もう帰って寝よう。あれ松浦、今帰り？部活は？サボり？サボタージュ？サボり？香取先輩、私今日体調悪いんで。そうなの？悲しそうな顔してたからてっきり失恋かと思ったぞ。あれずっぼし？あれ？ごめん、悪いこと聞いちゃった？いえ、別に。でも勇気出したんだろ。え？それってすごいことじゃね。先輩、今のお前の顔最高に輝いてっぞ。バカにしてるんですか？してますよね。え、全然だし。松浦を励まそうと思ったんだけど怒った？別に励まされなくても。でもお前のここ泣いてっぞ。すいません、ついてが。好きなだけ殴れよ。は？でも本当に殴りたいのは自分自身じゃないのか？やっぱりバカにしてますよね。そんなことないって。それに俺のこと殴ってすっきりしたろ。あ、先輩はこのためにわざと。かといって感謝の気持ちとかみじんもないけど。また何かあったら言えよな。いや別に、もうっていうか、なんでそこまで。俺先輩、お前後輩、アンダースタン？よし、これで部活いけるだろ。あ、じゃあ先輩はうざいけど基本的にはいい人なんだよな。うざいけど。よかったよかった、うちのアイドルがいねえと寂しいもんな。うぜえ。ん、どうした、行くぞ。なんでもないです、こっち見ないでください。ごめん、まさか俺に惚れちゃった？まぶしくてごめん。どうした？ん？そうか、これか。ん？私はよく恋愛相談をされる。でも私はまだ付き合ったことがない。はあ、なんで私に相談するのかしら。私だって誰かと。あれ？あ、誰？悪いけど女の子を見下しながら話す趣味ないんだよね。何この人、なんで木の上に。出ておいで、子猫ちゃん。にゃー！降りられなくなった子猫を助けてたんですか？なーに、ちょっと木に登りたかっただけさ。で、何悩んでんの？やっぱり聞いてたんですか？いや、ただ君があの猫と同じ困った目をしていたからさ。にゃー！なんなのこの人？人のこと可愛い子猫ちゃんだなんて。もしかして俺のこと恋愛マスターだって思ってる？え？そこまでは。正解。恋愛マスター、かっこいいと思ってるんですか？まさかかっこいいわけないだろ。女の子を笑わせた数より泣かせた数の方が多い男なんてさ。やっべ、俺なんかが恋愛マスターを名乗ったら恋愛の神様に怒られちまう。やっべ、かっこいい。あ、なにこの気持ち。ほら、何でも話してよ。俺でよければさ。あなたは私の王子様ですか？ウィ。じゃあ私と。それはダメだよ子猫ちゃん、俺はみんなの王子様だからさ。俺に惚れたらやけどするぜ。それでもいい。残像だぜ。諦めな子猫ちゃん、誰も俺を縛れない。それなら、さあ、さっきの子猫みたいに私を助けてください。にゃー、助けて。にゃー。困った子猫ちゃんだ。違う。大丈夫、昼に食べたナポリタンさ。バカなこと？何のことかな。困った子猫を助けるのが王子様の仕事さ。じゃあね子猫ちゃん、もう危ないことはやめるんだよ。最後に、最後にお名前を。香取慎一、アバヨ。香取先輩。
あの後のメール読んでくれたかな。もう一回送ろうかな。いや、メールに頼らず直接言うべきだよな。でも話聞いてくれねえし、どうしたら。じー。え、何ですか？わり、つい気になっちゃって。気になったって何がですか？俺バカだからうまく言えないけど、今の君、昔の俺にそっくりだったからさ。なんだこの人、どこかで会ったことあるっけ。あの、関係ないんで失礼します。女だろ、見ればわかるぜ。地球、え、なんで。言ったろ、君は俺に似てるって。俺も散々女を泣かせてきたからさ。いや、俺そんなに泣かせてないです。でも泣かせたんだろ、一番泣かせちゃいけないやつを。地球、この人に相談したらもしかして。もしかして俺のこと恋愛マスターだと思ってる。え、当たり恋愛、え、何ですか。君を見てると思い出すよ、雨に濡れて震えてた自分のことをさ。じゃあどうしたら。向こうは俺と話もしてくれないのに。わかんねえ、俺バカだから全然わかんねえ。今すぐ走ってってそいつを抱きしめてやるくらいしか俺にはわかんねえ。なんかそう言われたらそんな気がします。じゃあこんなとこでグズグズしてる暇ないんじゃない。あの、いろいろアドバイスしてくれてありがとうございます。アドバイス？何それ。俺はただ自分の話をしただけだぜ。恋愛マスターなんて呼ばれてるバカ野郎の話をさ。先輩、ほらさっさと行ってやれよ、彼女帰っちまうぜ。はい。あ、そうだ、最後に先輩の名前を。先輩シール。私の恋は線香花火、小さな恋の灯火は儚く燃え落ちてしまった。だけどあの鮮やかな光の残像は私の心にまだ。ここはあの人と初めて会った場所。バカだな私、もう振られてるのに。カトリ先輩、大丈夫ですか。あれ、君は。カズコです、細川カズコです。以前先輩とはここで。悪いんだけど女の子の顔はいちいち覚えてないんだよね。ちょっと笑ってみてくれる？笑顔を見たら思い出すかも。素敵。あの時の子猫ちゃんか。この毛がどうしたんですか。ちょっと喧嘩しただけさ。救急車を。いけないよ子猫ちゃん、奴らにここがバレる。追われてるんだ。俺が悪いのさ、また他人の女を惚れさせちまった。ひどい、逆恨みです。いや、悪いのは俺さ。ねえ子猫ちゃん、どうしたら俺はモテなくなるかな。いけない、先輩には無理だなんて。行かないと奴らに見つかっちまう。そんな体で。ふふ、家は見張られてるだろうし、しばらくは気ままな野良猫生活さ。なら私の家に。俺と一緒にいると死ぬぜ。私怖くありません。分かってないな子猫ちゃん、本当の敵は俺を追ってるやつじゃない。どうして俺はモテちまうのか、俺をこんな風にしたのは誰なのか、そんなことできるやつあいつしかいねえ。まさかコット？マジック。恋愛の神様が俺にモテろって言ってる以上、また誰かを傷つけちまう。もう誰も傷つけたくない。違う、傷ついてるのは先輩の方。悪いね子猫ちゃん、それは残像だ。驚いたな、俺の動きについてこれるなんて。私だってその気になれば。おっと、これ以上はやめときな。子猫ちゃんにこの動きはまだ早い。それでも先輩のために。やれやれ、困った子猫ちゃん。いや、もう立派な目標かな。指一本だ、指一本で君を止めてやるよ。バカにしないでください、指一本で今の私を止めるなんて。
これ以上俺に惚れちまったら次はやけどじゃ済まないぜ。やっぱり私じゃ、私だけで先輩には。それでもいいなら燃えてみる。なんつって後輩に火遊びさせちゃ先輩失格っしょ。そんな、私、これ以上俺がモテないようにロマンスの神様に一丁フルボッコかましてきますか。それまで恋の火の用心忘れんなよ。